はい、北浜の指主義の時間となりました。ゲストをお迎えしています、岩井コスモ証券投資調査部長有沢昭一さんにおいでいただいています。有沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は反発、3日ぶりで反発ということになりました、はい。まあでもちょっと100円先ぐらいのところまで行ったんですけども、うん、まあでも今のところは2桁の上昇幅、ちょっとまだこう相場の方向感というのがね、出てこない、出てこないですよね。ですね。でそこへ持ってきて決算発表一巡して、ちょっと手がかり材料なんみたいな感じな、ということなんでしょうかね、ただどうでしょうかね、ニューヨークもこの辺、うん、こうちょうど高値圏でのもみ合いになってまして、ね、ここ数日間ね、まあ、結局あのニューヨーク市場自体が、あの CPI を受けてね、はいはい、ガーッと上がったんだけども、いやこのままでいいのか、はい、どうなんだっていう、ちょっとこうまだあの、気迷いムードありますよね、ということでしょうかね、あのピークアウト感みたいなものは出たんだけれども、はい、もっと下がるのかどうか何とも言えないな、まあ、まあ言ったってね、単月の結果でね、そうですよ、まだまだ方向感決まらないですよね、そういうことでしょうね、そうするとやっぱり次の月の数字見ないとっていうのと、これ1ヶ月間もみ合っちゃうわけですかね、それとね、まあ、やっぱり来月は CPI それから FOMC ありますから、はい、FOMC あります。そのあたりと、もう一つ気になるのは、もうすぐあの年末商戦向こう始まりますよね。あ、そうですね、はい、今週、はい、この動向、ブラックフライデー、これ次第では今度は景気懸念っていうのがね、強まる可能性ありますからね、あ、そういうことですね、その意味では、まあ、材料的にも結構難しい、スケジュール的にも難しい時期に来てる。そうですね。ですからやっぱり相場はあっち行ったりこっち行ったりっていう動きじゃないかなと思うんですよ。あ、そういうことでしょうかね、だから物色の方向っていうのはもう完全な循環物色、循環物色、はい、こっち買って明日はこっち買ってみたいな感じになると思うので、それはやむを得ないな。そうですね、だからまあ逆に言うと循環物色の中で押し目買い、休んでるものをコツコツ拾っていくっていうやり方やっていくといいんじゃないかなと思うんですけどね。あ、そういうことですか、あのやっぱり、これは東京エレクトロンなんですけども、はいはい、半導体がこう一戻りしまして、そうですね、まあ、ここからなんですよ。ここからどういうふうに考えたらいいのか非常に難しいと思う、私もね、投資家の皆さんによく聞かれるんですよね。でしょうね、皆さん一番関心あるところだと思うんですよ、もうこれ半導体はそこを売ったんですか、これから反発ですかって言われるんですけどね、まあ、そこを売ったとは思うんですけどもね、じゃあこのまますんなり上がり続けるのかっていうと若干クエスチョンマーク、ね、やっぱりそうですか、ある意味この間ずっと下げてきたその反動で回って一旦一戻りした、だから、まあ、このままずっと戻り続けるっていうふうに考えないで、やっぱり、戻っては押し戻っては押しってな動きになると思うんでね、ちょっとやっぱり投資のスタンスとしたら短めな、やっぱり、拭いたら一旦リグみたいな、うん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 、そういうスタンスで臨んでいいんじゃないかなと思います。ああ、そういうことですか、はいはい。まあ、これはね、半導体だけじゃなくて他のテーマ、例えばインバウンド関連であったりとか、そういったものも押し目は買っていい、でも拭いたら一旦売るぐらいの感じでいいんじゃないかなと思いますけどね。その今の、まあ、半導体ハイテクをが一調整入ったところで、もう一回今度は、逆にインバウンドものを買い始めてます、マーケットは。そうですね、今ちょっとインバウンドもの、一服みたいなところありますんでね、そうでしたね、はい、そこは買っていいと思いますね。あ、まあ、インバウンドにしてもそれから半導体関連にしても、はい、長い目で見れば、まず戻るわけですよ、半導体関連もね。ああ、そういうことですよね。ですよね、はい、だからそういった中で、まだその、一直線で戻っていくような状況じゃないと思うんでね。はい、まあ、半導体も足元ではそのメモリーの需給が緩んでるとかって言われますよね、はい、だけども、1年先2年先を見ればまた大きな波がやってくる、はい、それはね、まあ、やっぱり間違いないと思うんですよ、これからの、ね、世の中、まあ、メタバースであったりとかね、うんうんうん、それから、EV、はい、電気自動車、はい、自動運転、
それから再生可能エネルギーなんていうのもね、こういったものを使い出すとパワー半導体の需要はすごくいるようになってくるんで、はい、ですから、まあ、もちろんものにもよるでしょうけども、半導体の市場自体が大きくなることはまず間違いないと考えていいと思います、ね、うん、あ、そうなんです。大きなまあ、需要が控えているということなんですね。そうですね。ですから、まあ、市場のムードがちょっとリスクオンに傾いたときには半導体をはじめとするハイテク株、これでいいと思うんですよね、うん、あ、ちょっと難しいんですけど、その半導体の中でもレーザーテックというのはどういうふうに位置づけたらいいんですか。もうね、これは今半導体関連とは考えない方がいいと思います。はい、ということでしょうね、はい、僕ら信用の取り組みもすごく熱くなってきてて、はい、売り買いともに残高が多くなってて、まあ、いわばして株みたいな状態になってますんでね、はい、ーレーザーテックが上がったからといって半導体関連、他の半導体関連が上がるわけじゃないし、レーザーテックが大きく下げたからといって他の半導体関連が大きく下がるわけでもないし、ない、まあ、ちょっとこれはね、別格の別問だと思ってください、というふうに考えた方がいいんですね、はい、あ、まあ、だけど、こういうね、派手な値動きの株が出てくるっていうのは、ね、ちょっとなんか年末らしくなってきたかなって思うんですよね。そうですよね、でやっぱり全体のこうなんていうか戦闘意欲みたいなものがここに現れてるのかな、はい、と思うんですよね。そうなんです、だからこれから、まあ、もっとね、他のものでもこういった値動き、派手な、ね、動き出てくるんじゃないですかね、だんだん年末らしくなってくる、はい、もう来週の半ばからもう12月相場ですからね。そうですね、餅つき相場も始まる、餅つき相場ですね、期待したいですよね、そうなんでしょうね、期待していいんでしょうね。まあ、日本は大丈夫じゃないですかですね、でそれこそね、インバウンド関連、はい、っていうのは内需型の企業多いですからね、もちろん、はい、まあ、こういったところは、業績も上向いてるし、まあまあ安心して帰っていけるところじゃないかなというふうに思います。やっぱり材料的なあるいはテーマ的な背景として、やっぱりインバウンドが、はい、インバウンドものが、まあ、それが活況になるようだったら日本株もさらに戻りに弾みがつくという、まあ、結構幅広いでしょう、はい、航空、電鉄、小売、サービス、飲食、そして、ね、旅行関連と、まあ、結構幅広くなってくるんで、まあ、相場を下支えるっていうかね、はい、しかもリスクオフの局面で、はい、相場を支えてくれるんじゃないかなと思いますね。ああ、そういうことですかね、はい、全体がこうちょっとこう、はい、攻めにくくなっているところ。そうです。例えば、アメリカのナスダックがまた暴落したような時なんかに、しっかりと日本株の下値支えてくれるのはやっぱりインバウンド関連かなと思いますね。ということですか。中国がまたなんかコロナの感染拡大が増えていて、はい、そうですね、まあ、またロックダウンみたいなことになるんじゃないかという警戒感もあるようなんですけども、これは結構日本のハイテク企業なんかにとってはやっぱり厳しいですよね。厳しいですね。だから、まあ、決算発表一巡しましたけどね、はい、今回の中間決算でもやっぱり中国の景気低迷の影響っていうのはかなり応えてますよね。そうなんですね、はい、いくつかの企業それがみんな、かなり決算にも現れてる、出てますから ね、だからやっぱり中国警戒っていうのは持っておいた方がいいでしょうね。で、まあ、そのまたアメリカとね、厳しく対立してるっていうことも、これもいろいろ中国の経済にとっては不都合な部分大きいと思うんで、まあ、ちょっとそのあたりの警戒感は怠らずにというところかなと思います。いや、私そのインバウンドということで、中国のお客さんがこうまた戻ってくるようだとすごい大きな、また需要につながるのかなというふうに期待はしてるんですけども、はい、それは少し先のことあんまり考えない方がいいということで見ておいた方がいいでしょうね。いいでしょうか、はい、だから、中国人の方がまたどさっと来てくれるっていうのはかなり時間かかると思うんです、ね、ですかね。だとしてもやはり欧米の方、それから、中国以外のアジアの方、はい、まあ、こういった人たちがね、また日本を訪れることで、まあ、それなりにやっぱり
上乗せにはなってきますよね、うん、あということですか、まあ、今現在確かに欧米中心に、はい、ですね、戻ってきているようですから、うん、その流れがさらに、そうですね、広くだからインバウンドっていうのはね、結構規模が大きくって需要の規模は大きくって、しかもそれに戻るまでにそこそこの時間かかるので、はいはい、逆に言うと、息の長いテーマ、まあ、そういうふうに考えたらいいと思うんですね、もうそんなね、今日明日の話じゃないですから、はい、あでしょうかね。当面はどちらかというとそちらの方になんか マーケットは気があるような感じするんですけどもね、インバウンド。そうです ね、まだだからアメリカのインフレの動向、金融政策、そしてアメリカの景気の先行き、はい、その辺にかなり不透明感強いですからね、うん、そうなんですね、うん、でヨーロッパも、まあ、スタグフレーションの状況だし、まあ、おまけに戦争してるっていうことですからねそうなんですねまあ、海外のこの不透明感考えたらやっぱり内需寄りのテーマの方が無難ですよね。あ、なんですね、はい、内需型のテーマの方が無難、はい、ということですね。あ、まあ、そこら辺で、徐々に足場を固めながら、うん、ということですね。そうですね、そしてまあここから先やっぱり政策面期待したいですよね。はい、あらゆる政策、新しい資本主義であったり、あ、そうですよね、それからエネルギー政策、エネルギー政策、はい、防衛政策、ちょっと具体的に進めてほしいですよね。そうなんですね、うん、なんかアドバルーンばっかりいっぱい上がってて、もういろいろ見出しは出てるんだけどなかなか中身ない読めないような状況なんでね。あ、おそらく今の内閣の支持率、まあ、またさらに下がるんでしょうから、うん、政策面から人気、ね、盛り上げるようなものが出てきてほしいですよね、うん、やっぱり政策で経済をぐっと押していってほしいですよね、ということなんですよね、うん、マーケット的な期待はそこにやっぱり集まりますよね、やっぱりもうそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思います。わかりました。どうもお忙しいところありがとうございました。